ラグドールは猫の品種の一つ、長毛種。名称は英語でぬいぐるみの人形を意味するラグドールに由来する。一説には白いペルシャとシールポイントのバーマンの子がバーミーズと掛け合わされて生まれたと考えられている。アメリカで1965年、イギリスで1983年に登録された比較的新しい種ではあるが、詳細な出自は不明。 瞳はブルーで長毛種に分類される。胸の前まで長めの紐に覆われ、その姿はさながらよだれかけをかけているように映る。模様はポイントがベースになっており、その上に白色が乗るような形になっているが、ミテッド、バイカラーの場合は幼い時は白色なので後からポイントが表現されるように見える。模様の種類はポイントミテッドバイカラーがある。毛色はシールブルーが多いが、 チョコレート、ライラック、レッド、クリーム、フォーン、シナモンなどがある。また、ミテッドとバイカラーの模様に、縦縞が混じるリンクスも存在する。完全に成長するまでには、約4年を要し、大型種だが、1 0ラム前後まで成長するのは稀で、現在は、メスで4 0ラムマイナス6 0ラム、オスで4 5ラム7ラム位にまで成長するものが、 一般的である。非常におおらかで抱きかかえられることも好むことから、ぬいぐるみの人形が連想され、ラグドールという品種名を与えられるに至った。人間の子供などに対して寛容に接する懐の深さを持ち、泣き声も静か。比較的基礎本能が強いため、譲渡や引っ越しには神経質になる可能性がある。ありがとうございます。